モンテディオ山形が J1 時代の11年以来、12年ぶりに6連敗を喫した大宮アルディージャに1対2で惜敗。成績不振に伴いピーター・クラモフスキー監督、44が2日付で解任され、4日にコーチから昇格した渡辺伸新監督、49の就任後初戦を飾れず。MF 田中渡る、22が今季初先発するなど前節2日水戸戦からスタメン4人を入れ替え。一度は追いつく意地を見せたが、連敗を止められなかった、山形はまたしてもトンネルから抜け出せなかった。大宮に1対2で競り負け、開幕2連勝からの6連敗。渡辺新監督は試合後、ゴール裏のサポーターにしんしんと頭を下げた。4日の就任から準備期間は短かったが、引き分けすら、勝ち点1すら取れなかったことを残念に思う、と振り返った、いきなりプラン変更を強いられた。FW 藤本義樹、29が前半18分で負傷交代。本人は大事ではないと話すものの、切り札の FW デラトーレ30を試合序盤から使わざるを得なくなった。1点を追う前半39分、結果的にデラトーレの左クロスから FW チアゴアウベス26が同点弾を決めたが、藤本を早々に欠いた影響は大きかった。後半36分に PK で勝ち越しゴールを奪われた。GK 後藤正明、28がシュートコースに反応したが、セーブできず。試合終了間際にはセンターバック、CB の DF 清岡啓太、25を前線に上げるパワープレイを見せた。CB の DF 野田博樹、25、両サイドバックの DF 河合歩、23、DF 小野正史、26が3バックを形成し、リスクを背負って同点を狙ったが、ゴールは生まれなかった。この日のゴール裏には、覚悟を見せろ、という横断幕が掲出された。渡辺新監督は試合前にサポーターの前に立ち、決意表明した、ここに書いてある通り覚悟を持って戦います。必ずここから這い上がってみせるので、強烈な後押しをお願いします。これはもう山形の人間です。モンテのために全部力を尽くして戦うので、最後、誇りを歴史に刻めるように、みんなで一緒に戦いましょう。お願いします。7試合ぶりの勝利を目指し、12日に栃木と対戦する。渡辺新監督の下で勝ち点3を獲得し、浮上へのきっかけをつかむ、山田愛と丸。渡辺新監督の仙台、山口指揮官時代の教え子、MF 田中が今季初先発した。トップ下で攻撃の起点になり、68分プレー。キャンプ期間はボランチでのプレーが多かったが、途中出場となった前節に続いてピッチに立った、失点した中で追いつけて、自分たちは折れないぞ、というところは見せられたが、そこからもう1点、もう2点を奪うパワーがチーム全体、僕個人としても足りなかった、と反省した。